AC 進学コースの教務の庄司です。どうぞよろしくお願いします。それでは AC 進学コースの紹介をさせていただきます。 AC 進学コースでは様々な活動を通して学び続ける力と英語学習を通して確かな英語力の定着を図り、コミュニティの中で協力しながらリーダーシップを取れるグローバル人材の育成を図っております。そのためのカリキュラムとして1年次では一般クラスと特別選抜クラスの2種類のクラスを用意しており、特別選抜クラスでは海外の人との英会話レッスンなどの選抜クラス独自の授業、一般クラスではコミュニケーション英語1と数学1で習熟度別の授業を行い、2年次でもう一度生徒の適性に合ったクラス分けを行っております。そして今年度の1年生から生徒一人一人にセルラー型の iPad とペンが貸与され、授業や自宅学習など様々な場面で活用されています。生徒はノートの代わりに活用したり、宿題など提出物もメタ文字の活用によりオンラインで行っております。また運動部所属の生徒が約 40%、 文化部所属の生徒が約 15% で、全体の半数以上が何かしらの部活動に所属しています。授業だけではなく部活動などの様々な活動を通して成長していくことを目指し、生徒たちは日々頑張っています。以上で AC 進学コースの説明を終わります。ありがとうございました。はい、ということで AC 進学コースより菅原桃子さんに来てもらっています。よろしくお願いします。よろしくお願いします。VTR であったんですが、このタブレットを、活用しているということで、その使用感とかってありますか？はい、タブレットはノートを持ち運ぶよりも荷物にならないので、電車の中やバスの中での復習もできて、またペンも使っているので簡単に書いたり消したりできて、毎日の授業で活用しています。そうですよね、こう筆箱とかもそんな必要ないし、バッグもコンパクトでいいですよね。はい、卒業後の進路とかって考えていますか？はい、私は大学進学を考えています。指定校推薦枠を狙っているので、日々の勉強から頑張りたいと思っています。